あまり女性に聞けないことなので教えてください。女子でも指でダイレクトに鼻をほじることはありますか？また、鼻毛の処理はどうしていますか？また、鼻の穴事情で恥ずかしい思いをした話も聞かせてください。はい。まあ、お部屋に一人でいる時とかは、指でダイレクトにやっぱり鼻をほじるっていうこともありますし、お風呂に入っている時にシャワーを浴びながら、鼻をほじったりっていうこともしたこともあります。あと、鼻毛の処理は、鏡を見てそのまま毛抜きを入れて抜くこともありますし、最近ワックスで鼻に入れて口一滴抜くやつ、あれを使って鼻に一気に抜くこともあります。鼻の穴事情の恥ずかしい思いは、本当に喋ってて鼻毛がすごい出てた時があって、それは恥ずかしかったかなと思います。女友達同士ってとんでもない下ネタの話をすると聞きました。具体的にどんなお話をするのですか、教えてほしいです。はい、この質問は、自分がどういう風に彼氏にこの前エッチの時こういうのされたよとか、彼氏の腰の振り方がこういう風だったとか、あと彼のチンコがこんな形でとか、立つ前はこんなサイズでとか、本当にそういう話をしたりしてます。あと男性が行く時の行く瞬間の発射の感覚とか、感覚っていうのかな、どんな風に出るのが好きかとか、どれぐらいの量が出たかっていう話もしたりしてます。はい。